はい、竹人です。今日は海外用のモバイルグッズ更新しようと思います。はい、ということで今日はですね、モバイルグッズをちょっとまた更新しようかなと思って動画を撮っております。前回ね、ちょっとこの Amazon ベーシック含めて中身を更新するよっていう動画をお届けしたんですが、まあ結果的に2つになっちゃったという感じで終わってるんですよね。まだそちらの動画見てないという方はぜひともカードの方をクリックしてですね、前回のモバイルグッズの更新の動画の方を見ていただければなと思います。やっぱこういうこの間の動画を撮ってね、2つになってしまって、実際今ちょっと海外旅行に行く用意をしてたんですけど、その用意をしてる中でこうやっぱ2つになっちゃうと微妙だなと思って、で他のねモバイルグッズいろいろまた調べて、より少なくできそうな感じのものをいくつか見つけたので、前回紹介したものは軽く触れながら、それをね更新するようなものをいくつかゲットしておりますので、そちら開封レビューの方をお届けしていこうと思います。はい、それでは中開けていこうかと思います。実はちょっと買ってから日数が経っちゃってるんで、私もどんなもん買ったのかね忘れちゃってるところもありますんで、思い出しながら行きたいなと思います。まずこれは何だろうな、だいたいなんとなく覚えてるんだけど、完全に何買ったかまで忘れちゃったんだよね。あ、これか。はい、ということで、前回お届けして、もう一個ゴーコンを買おうって話したので、それをね、ゲットしました。ゴーコンですね。ゴーコンアルファだったかな？ゴーコンアルファっていうやつ。なんかゴーコンの中でも新しく出たやつなんだと思うんですよね。これが私が持ってるやつ。で、全体的にカプセルみたいなケースがあるんだけど、邪魔だと思って捨てちゃって、今裸の状態で私使ってます。世界中の国で使えるタップという感じです。で、このアルファになって何が変わったのかっていうと、ケースがここの先っぽだけになったのかな、これっていう感じ、なのかな。あともう寸法とか全く一緒だもんね。物としては全く一緒ですね。はい、こんな感じです。ゴーコンは前回説明しているんで、前回の動画を見てもらえればなと思います。でこっちですよ。これがね、何だったっけな、こんなでっかいものあったかな。ちょっと開けていこうかと思いますよ。よいしょ。そしてさて何が出てくるんでしょうか。明かりにこうなんかふかふかが入ってるな。ふかふかっぽいして、あ、なるほどなるほど、そうそう、こんなもん買ったよ。いくつか買った。ちょっとね、ざっくりだけご説明先にしようかなと思います。まずこれがね、 AC アダプター、短い AC アダプターっていうのがあったんですよ。分割するところのコンセント側のやつを短くするってやつですね。これがね 0.2m 20センチです。これなので、前回私はですね、これをゲットしたんですよね。アンカーの、USB ポートが足りなくなったよって言ったんで、こうアンカーの8ポートのやつゲットしたんですよ。で、これを前回お届けしたんだけど、これに、ね、付属してる電源ケーブル、これ、電源が取り外しできてすげえ便利なんだけど、これについているケーブルがね、めちゃ長いの。こんな長いの。何メーターだ？多分1メーターぐらいあるんだろうね、これ。いや、これはこれで重要なんだろうなと思うんだけど、これがかさばるんですよ、こんな。なのでこれ嫌だなと思っていろいろ調べたら、こんな短いのがあるというのを見つけたので、今回ゲットいたしました。まあ絶対つくとは思うんだけど、こんな感じですね。こんなに短い。なんでこれここにぶっ刺せば、ほら、こんな短くこれを使うことができますよっていうね。これテーブルの上に置いて使うんで、これがね、長さで十分なんですよ。でここに今回新しくゲットしたゴーコンをこう刺せば、ほらね、これで世界中の軍で使えますよという感じ。電源コード20センチですね。これが今回ゲットしたやつ。で、もう1個使うかもしれないんで、一応2個、もう1個ゲットしましたよという感じです。そして続きまして出てくるのはこちら。これもね、なかなか優れものだと思うよ、これ。ほら。電源タップ3個口でございます。AC アダプター3個口。これがね、今回やっぱ目玉というか一番かなと思ってます。で、これどういう時に使うのっていうと、前回これもね、ご紹介して、なかなかこれも優れもんだと思ってるんですけど、こんなに短い電源タップ。これ名前ちょっと忘れちゃった。前回の動画見てください。こんなに短い。これね、何センチだっけ？20センチ？違うね。50センチかな？30センチか？ちょっと長さ忘れちゃったんだけど、こんなに短い電源タップなんですよね。で、3個口。コールつく。なんだけど、これ別にいいんです。いいんですよ。すげえ。すげえいいんだけど、こうやって かさばるじゃない。ね。なんで、これももっとなんとかなんねえのかな、ということなんですよね。で、これはこうやって利用価値があって、このね、8ポートのこれとかを持ってかない人はこれ必要なんですよ。国内で多分、出張とか使う人はこれの方が便利な気がする。で、ぜひこれ持ってってほしいんですけど、で、今回私は海外旅行用でもっと荷物を少なくしたいっていうところだったんで見つけたのがこれですね。今回ゲットしたのはこれですね。iBuffalo AC アダプター用3個口タップというものです。
こんな感じ。これも形状見たらなんだかわかるよね。だからさっきお見せしたあれも十分いいんだけど、あれよりもさらに荷物を小さくすることができますよという感じです。ただこれ制限があって、当たり前なんだけど AC アダプターを使ってる時にしか使えません。これ先がねこんなだから。なんで AC アダプターを持っていない人はこっちを使えばいいのかなと思うんですよね、これがって。で僕みたいに AC アダプターの口持ってる人はこれ使えば間に電源タップ増やせるっていう感じです、これ。なので僕がどうしたいかっていうと、こういうことなんだよね。こういう風に使えるわけよ。これでここにこれつなぐでしょ、ほら、こんな風にできるわけ。これで充電8ポート AC アダプターと、ここにコンセントが3個口できます。 1,2,3 個口、はい。でここ電源って感じになるわけですよね。なのでこれでこれいらなくなるでしょ、それからこれもいらなくなるんだよねって感じ。なので体積で言ったらこの分が、この分がこの2個のパーツで補えるように私はなりましたという感じなんですよね、これで。これでなので荷物がまたこれで少なくなったぞという感じです。この白と黒の差だいぶありますよね、これ違いが。なんでこれいらなくなったよという感じ、うん、もうだいぶいいよね。なので今度からはこれを机の上に置いて、これに合コンさせば、これで、ね、USB8 ポートとここに、ね、MacBook Pro のやつを挿したりすることもできますよという感じですね、これ。はい、なんでこれをここにこうやってぶっ刺して、でさらにこっち側まだ2ポートありますからね、こういうふうに。ここで何かしら充電したりすることも最悪できますよという感じです、カメラのバッテリーとかね。でさらに言うと、さっきもう1個これゲットしてるじゃない、これね、これもう1個ゲットしてるのって、これってここ外せるんですよね、こういうふうに。で外した代わりにこれ刺すこともできるんだよな、多分。なんでもう1個ゲットしたという感じだったりするんですよね、これ刺さるんじゃない、ほら刺さる、ほら、こういうふうに使えるっていうのが分かりますね。なんでこういうタップなくてもこれ持ってれば短くね刺すことできるんですよ、これで。こういう使い方なんでこれ結構おすすめかもしれない、これ。こんだけあればね、外国で一旦そのテーブル周り、パソコン置いて動画編集したりとかいろいろ充電するにはこれでバッチリになったかなという感じでございます。でこれをねこういうふうに使って、まだここ2ポートあるんですけど、ここに入らないよ、1個挿してもう1個が入らないよって時は、この間ねご紹介したこちらのこのこいつを使えば、これまた拡張できるわけですから、こういう風にね。なんでいろいろ挿すこともできるよという感じですね。もうこれ結構バッチリかもしれないな、ね、これ最高だと思うんだけど、皆さんどう思いますか、ね、これいいと思うよ、はい。結構前からご紹介してるこの Amazon Basic のこの箱なんですけど、たまたまね私が紹介した日と同じぐらいの時期に、結構有名なあのモバイル系とかいろいろガジェットを紹介しているサイトでもたまたま同じ日に紹介されてまして、それで売り切れになってたみたい。なのでこれをさらにね、もっといいものを皆さんにお勧めできないかなと思っていろいろ物色しました。これ今の Amazon の Basic はいいんだよ、あれはあれで重要なんだけど、それをさらに良くしそうなものがこれですね、じゃーん。ちょっとどんなものか私見てないんだけど、ちょっとご説明しようかなと思います。万能モバイル収納ケースというものをちょっとゲットいたしましたんで、これをねちょっとご紹介してみたいなと思います。使い勝手がねいいか悪いかはちょっとまだ私も使ってないんで何とも言えないんで、でこれ何なのっていうと、ケーブルとかをね小分けにして入れることができるというものでございます。かさばらずに、ちょっと中開けてみようか、こんな感じ、よいしょ、ほらちょっと映り汚い、こんな感じ。要はバンドがあってここにポッケがついてみたいなのがいっぱい並んでいるようなものなんですね。でここに、ちょっとしたポッケがあって、なんか SD カード入れるとこもついてるのかな、こんな感じで。なのでここにちょっとねケーブルをきれいにまとめてみたいなと思います。前回ケーブルだけちょっともう別にしないと入んないよって言って別にしたんで、これをねこっちに全部移してみたいと思ってるんですよ。なんで2つにはなっちゃってるんだけど、こんなかさばらない一袋っていうのを作ってみたいなと思ってます。じゃあ早速ちょっとケーブルをこっちに入れ替えてみたいなと思います。こっちが太いやつなんだな、こっちに太いやつが入るんで、太いやつこっちにしよっか。そのうちなんかでもゴムがパチンとかなっちゃいそうだけどね、ケーブルしまうだけだったらこれでもいいのかなっていう感じがしますね。そしたらさっきのゲットしたケーブルたちもこっちに入れられるんじゃないかな、
まあ、結局2箱にはなっちゃうんだろうな、この感じっていう気はしてるんですけどね、正直言うと。こういう感じです。よし、一応入ったぞ。で、これちっちゃくなったというか、でかくなったというか、これならクッション性もあるし、なんでこれと今後はこのアマゾンのこれ1個で2個でいけそうなのは変わらないんだけど、ケーブル用のやつがこの四角いやつからこのまったいらになりましたよという感じです。はい、ということで今日はモバイルグッズの更新の第2弾お届けいたしました。やっぱね、いろいろ調べるといろんな製品が出てきますんでね、やっぱこれで決定っていうわけではないと思うんですが、ちょっと今回はこのバージョン2にした状態で旅行に行ってみてね、いろいろ使い勝手の方を見てこようかなと思います。で、日々やっぱりモバイルグッズって新しいものがどんどん出ていきますんでね、今度こそまあ1年とかしたらまた新しいグッズいろいろ出てきたらご紹介していこうかなと思います。で、見た感じこれね、結構やっぱケーブル仕分けできるし落ちないし、これなかなかいいなって感じですね。あとやっぱいかんせん最大の今回第2弾でのメッケモンっていうのはやっぱこの AC アダプター短い、もうこれあるだけで全然ね違ってくると思うんでね、ちょっとやっぱ AC アダプター邪魔だなって、この間私はバージョン1で更新した結果思ったんで、この AC アダプターのケーブルね、短いやつとか、まあ、もし気になる人はぜひとも使っていただければいいかなと思います。今日ご紹介したものはですね、全て詳細欄にリンクを貼っておきますので、よろしければAmazon の、ね、リンクを見ていただければなと思います。このポーチもね、実はこの Amazon ベーシックと同じぐらいで1000円という同じぐらいのお値段なんでね、単純にケーブルがいっぱいあるだけだよって人はこれ結構クッション性ありますんで、ケーブルだけだったらこのケースでもいいのかなという気がしております。はい、ということで今日はモバイルグッズのバージョンアップ第2弾をお届けいたしました。今日の動画が良かったなと思ったら高評価、これからも私の動画見たいなと思ったらぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。これからもまたね、いろいろこういうグッズをお届けしていこうかなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。では。Thank you.